いつもご視聴いただきましてありがとうございます。それではトレーラーの反転をして左側を作っていくための作業をしていくということで、まずやらないといけないのが計測なんですが、いやー形がほとんど見えてきました。そして久しぶりに拝んだスライドアウト、実はこのエレベータールーフの、実行にあたりね、ちょっとボディパネルを改造さないといけない可能性もあるんですが、それも頑張っていきます。スライドアウト、やっぱりスムーズに開くって気持ちがいいということで、造形した右側バンパーもある程度形が見えてバッチリ、シルエットもいい感じです。いやめちゃめちゃこだわった部分がね、きっちりとくっきりと出ててめっちゃ気に入りました。いやそして窓ですよ、窓がまだまだ前途多難です。まあいいや、頑張ります。そうそう、それでスライドアウトをチェック先したホコリがたくさんあるんで、今のうちにちょっと落としておきます。で、まだシーリングしてないんで、このまま水ぶっかけたら部屋の中に入ってしまうんでね、その辺もちょっと気をつけながらって感じで、あの部屋出してれば全然あの水入ってこないんですけど、一応当たり面もきつく入ってるんでいいんですけど、もしも入ったら木腐っちゃいますからね。そんなことで、うわだいぶ綺麗になりましたみたいな感じでね、やってます。で、これスライドアウトの角度も全部あの計測して、また修正もしていかないといけないので、そういう時間も含めて大変です。そして、パネルの接合部、ここにまた垂直を出して、型を取っていくので、まあ、ある程度この段階で垂直も出しておきます。で、レベライザーできちんと出して、あと不要な部分をカットして、センターパネルはセンターパネルで、もう今度は、アイを見て、調節していくような感じになりますかね。パネル自体も結構補強しておかないと、まあ、もしもの事故の時にね、あの大変なことになりますからね。まあ、そんなことでやってます。エレベータールーフに関してはこのコーナー R から全て加工しなくちゃいけなくて、そこですごいちょっと今どうしようかなって悩んでるんですが、この1号機に限ってはとりあえずこれで模倣をして、2号機の時にそれを活かしてスーパースライドアウトとかスーパーエレベータールーフって感じでやっていこうと思います。この方法が実現できたらスライドアウト1メーターって言ってるんですが、別にあのもっと上げることも可能になるんですよ。一番の問題は強打なんでね、と重量と、その辺がクリアできたら、その辺はもうバッチリクリアできるんじゃないかなと思います。フレームは変わらずアルミフレームも使うんで、重量だけには気をつけたいとこですね。で、一応前回 20.5 で合わせたところからスタートみたいな感じですね。まだ発泡レターン届いてないんですけど、まあもしかしたら近日届くと思うんで、なんか納期7日とか言ってるんですよ。だから結構時間かかりそうなんで、先に計測だけ終わらせておいて、一番嫌な仕事を先に終わらす。これが商売の鉄則ということでね、嫌なことを後回しするともう手つかずになっちゃいますからね。という感じで、なんじゃかんじゃ全体取って1時間かかりました。それではやっていきます。めっちゃ雨やん。さあ今日はもう片面向こうと同じように作っていく。今日から反転作業をするんで、まずはいらない部分の切除をして、成形ですかね。また同じ作業になるのか。それでは飛び出した部分の、ファイバーを全部削っていきます。ここである程度面を出しておいたら、発泡リターン流したと削る時もすごく楽なので、もうちょっと丁寧にやってますね。あと上下分割するんで、きっちりとカットラインを出しておきます。こうすることで、上と下を分離させたエアロが出来上がるって感じです。で、次に裁断した段ボールを使って壁立てをしていきます。
で、この壁立てはダムなので発泡レタンをその中に流すためのものなので、ある程度強度のある段ボールを使った方がいいですね。ダメだった場合は L アングルみたいなものを貼り付ければ、反り返りは防げると思います。ロスを減らすんであれば L アングルを壁に貼り付けて反り止めをするのが一番効率的で、省エネだと思います。僕の場合はちょっとだけ表面を削りたいんで、そのまま行ってますけどね。はみ出してなんぼみたいなとこありますから。で、ある程度の音を聞きながら発泡レタンを流していく。はい、今膨れましたよね。で、触るとちょっとだけ湿っぽい感じになると思うんですよ。この湿っぽい時に次の FRP を重ねていくって感じです。別に完全にカチカチでも問題ないんですけど、というわけでこれで接着されたんで、クランプ外して壁立ててもう一回流します。で、これぐらいだったら、まあ40-60ぐらいですね。硬化剤と取材合わせて40-60ぐらい、60ぐらいいきます。で、この時に上側まで回り込みない時は、先にこのドロドロの状態でここにちょんちょんちょんとつけていきます。それでは発泡レタン2回目流します。この隙間に流すことでね、奥までとにかく流さないとちょっと大変なことになるんで、まあ、こういう感じでやってます。よし、これ一旦待ちます。よし、じゃあ2回目も固まりました。で、最後にR 付きのここに流していきます。今度は一旦こいつを外したいんですけどね。外したいけど、で、これの張力でこの段ボールを膨らませようと思うんで、ちょっとゆとりを持って段ボールを貼っつけます。そうすると張力で、R を描いてくれるんで、全然足りないってことがなくなります。ここからはどん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 テープを貼りながら圧迫していくような感じで、端に端に発泡レタンを追いやっていきます。そうすることで隅々まで入っていくって、そういう感じですね。まあ、こういう感じで圧迫逃がしをして、外に外に足りないところに逃がしていくって感じで、こういう感じで圧迫していきます。この段階やったら圧迫しても出てこないんで、こんな感じでやってます。よし、固まった固まった。もうちょっと落ち着いてから、肩をね外していきます。よし、じゃあこれ外していきますよ。それではテープを剥がしてダムを決壊させて、決壊とか、まあ壊して、そこからのこぎり作業に入りますね。ようやく膨らみました。配合もバッチリです。とりあえず外れたんで、ちょっとゴミが汚れてるんで、ちょっと一回掃除してから次の作業に移りたいと思います。そして一旦片付けます。もう定期的に片付けないとどん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 汚くなって、結局作業がはかどらなくなるんで、一回一回もう工程別に片付けてっていう感じでやっていきます。もう早め早めに剪定を打つのが鍵です。で、片付いたら次にノコギリで切除していきます。これもサクサク削れますね、発泡レタンなんで。スタイルフォームとの決定的な違い、スタイルフォームはこんな感じで密じゃないので、削ってる時にね、切れ味悪いと持ってかれたりするんで、あと
ペーパーで研ぐときにそこまで綺麗には研げないですよね。途中で溶けたりもしますから。というわけで発泡ウレタンがおすすめです。でそれよりもおすすめなのが高いけどクレーですね。クレーの粘土でやるとすごくもうパチッと製品出来上がるんでめちゃめちゃいいです。よっしゃ、じゃあやってきます。そして計測をした後に、前回右側で作った型紙ありましたよね、ダクトの。あれを当てるために、基準点をまず作って、そこから、その辺が大変なんですけど、とりあえず中に発泡ウレタンあるもんで基本的にはまあ歪みにくくて反りも出にくいかなと思います、で左右 と、下成形終わって上まで終わったら次センター部分ですね。あっこをちょっと取り外ししたりするのにちょっと奥まっていて大変なんで、ここだけ部分整形したいと思います。はい、とりあえず今日中に終わってよかった、固まったら次また整形して、まだもうちょっとあります。思ったより造形早くてよかった。シンプルだったんでね、あと2日ぐらいで終わりでしょう。よし、完走。
続いて、全然いきなりシルエットが出てきてびっくりしたと思うんですけど、バンパーのラインをある程度決めているのは、ゆくゆくこんな感じで、全壁スライドドアっていうのを、全壁スライドアウトですね、ちょっと作っていきたいんですよ。でそのために、それをやった時にまたバンパー作らなくちゃいけないっていうのが嫌なので、とりあえずこの全壁スライドアウトのラインのとこにはバンパーなるべくかからさせたくないんですよっていう感じですね。で今こんな感じで線が引いてあるじゃないですか。でこれを今度はこんな感じで、全部部屋が出るので、ちょっとエアロが邪魔にならないようにします。でこれやると、まあ、部屋がね、今度どこで支えるかというと、後ろのドアの骨と前の骨とで支えていく形で、前回のような足を組んでやるようなのはちょっと難しくなるような感じしますね。これではちょっとボトンと落ちそうな気もしたり、あとジャッキが、出せたらいいんですが、そのためにはやっぱり10ミリぐらいは床を上げないといけないんですよ。だからその辺もちょっと考えながら、試行錯誤しながらこの全壁スライドアウトをやってみたいと思います。一応これも予想に入れてエアロも制作していきます。じゃあ今から、ハンガー開きでカットしていきます。それではカットラインをやっていきますよ。もうこれでほとんどシルエット見えます。めちゃめちゃ早かったですね今回。いや最近毎日投稿してると思うんですよ、配信してると思うんですけど、これも理由があって、2日とか3日に1回とかだったらもうのんびりしてペースを自分で配分してしまうってことに気づいてしまいまして、で毎日やるっていう風に決めたら、空いた時間全部それに使ったろうっていう感じな気持ちに芽生えましてねっていう感じで、もう毎日をできるだけやったろうと思ってます。あともう一個はこの作業をしながら編集して毎日上げるっていう超人的なことをしてる YouTuber がほんとほぼいないからですね。でこれで、すごくいいなと思いました。で、とりあえず作業自体はもう余ってる部分のカットとか、大方のもう夜でも作業できるようなとこだけ残して、昼間しか使えないサンダーを今のうちに使ってみたいな感じでリューターとかですね、成形の準備をしてで夜に落ち着いて腰据えて、整形をしていきたいなという感じです。もうでもこれでしっかりバンパーみたいになりましたよ。でここにマーカーが入れば、あ一発の、まあ、バンパーになっていくん違うかなというふうに思ってます。もうなんか長かったですけどね、なんかすごく楽しかったですよ。まあでも言うてもう時期終わりですね。 あとスライドドアの扉やっぱつけないというダメですね。これ雨降ったらアウチですよ。あと飛び出したら最悪です。よっしゃ、ファイバー貼って形状ができました。とりあえずカットライン、このアンダーラインも全部できたし、あとここに発泡レターも持つのと、センターの成形でパテ盛り成形って感じで、次回でマスターバンパー全部マスター行ってまんちゃうかな。よっしゃ、とりあえず今日はここまでしとこう。うん、いやイメージがかっこいいよ、これかっこよくなった。あー言っちゃいいわ。OK、 ではまた次回だな。